皆さんこんにちは。バレートレーニングディレクターの井野圭一です。今日のバレーに役立つテーマはプリエ。みんなもうちょっとプリエを考えてやってみようというお話です。バレエのレッスンにおいて、欠かせないですね、一番最初に大体やるような、動き、これがプリエですね。皆さんはプリエという言葉の意味をですね、知っていますでしょうか。意外とプリエっていう言葉の意味自体をですね、知らずに、なんかプリエって言われれば、なんかバー持って、こういう、なんかこういう動き、こういう動きって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、そもそもプリエの意味って何でしょうっていう。ご存知ですか？多分知るか知らないかでもはっきり分かれると思うんですけど、プリエはですね、曲げるとか、折りたたむという意味です。曲げるってことはですね、この股関節、膝、足首、こいつらを曲げる。で、ただ曲げるっていうよりかは、ここがまっすぐになったまま、この関節がそれぞれこう折りたたまれていくっていうイメージの動きがプリエです。あ、そうなのね、と。つまり曲げるっていう意味なんで、まあこういう、これも曲げるね、これもプリエだしっていう。なので、バレエの動きをなんかこう呪文のようにですね覚えているわけではなく、なんかハリーポッターのエクスペクトパトローナムって言われたらなんかこうするみたいな言うんじゃなくって、プリエって曲げる、曲げてって言われてるんで、曲げますっていう、その言葉の意味を知ってい いることで、変な間違いが起きなかったりするので、バレエのね基本である、そうちょこちょこ出てくるプリエ、タンデュ、ジュって、そのあたりの意味はですね、一度ですねしっかり調べておく、それを覚えておくというのを、特にお勧めします。で、折りたたむですね。で、このプリエ何のためにやるのか、なんか最初にやらされるからやってますじゃなくて、バレスにはですね、大体全部意味があるんですよ。で、何の意味があるかというと、その先のセンターでこれを使うからこの練習をします。で、このセンターでやった動きが、踊り、実際の踊りバリエーションとか踊りになった時に使うからこの練習をしますっていう感じで、ゴールがこの踊りっていうものがあって、それを、前の段階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 みたいな感じでやった結果プリエがあるわけです。なので、プリエを何のためにするかっていうのをしっかり考えてある程度やっておかないと、あ、ここで必要なんっていうのが後で分かっても、あ、またじゃあそれでやり直さなきゃってことになっちゃうので、しっかりとねその辺を考えておく必要があるわけです。で、プリエは何のためにやるかっていうと、基本的にはジャンプと回転のための準備です。ジャンプと、ジャンプと。で、終わりのフィニッシュ。で、回転、プリエから回ります、フィニッシュ。このプリエですね。このあらゆるバレエの、まあ、影の、ジャンプだけじゃないんですけど、あらゆるバレエの動きの起点となる、これがプリエです。なのでまずこれを一番最初に、練習しないといけないというわけなんです。で、バレエのレッスンをやっているとプリエがあんまりにも普通に出てくるもんなので、ついですねカウントなんかをですねすごく適当に取りがちなんですよ。例えば、2カウントでドゥミプリエをします。1,2,3,4,5,6,7,8 っていう、これだけの動きの中でも、これを、例えば、1,2 でここで待っちゃってて、で、3,4 で、さっさとこれ、ほとんどワンカウントなんですよ。これ、ワンカウントで上がって、3,4 でここで待ってて、2カウントでやってる感とか出していたりとか、もしくは、ただの、
ジャンプと、回転のためのっていうことを考えれば、ただここでなんか屈伸運動みたいにキャッとはならないはずなんですね。なので、初心者の方、特に初心者の、最初の方は、例えば2カウントでプリエっていうのがあった時に、ここでワン、ツーで、スリーの時に少しここで耐えるんですよ。スリー、フォー、ね、ここの一番大変なところで、ちゃんとここを耐えることによって、ジャンプの瞬間、もしくは飛ぶ瞬間に、しっかりとここを使える筋力をつけていくのがプリエなんです。だからもし2カウントでやられる方は、降りてくるスピードと上がってくるタイミングが一緒じゃないんですよ。なんで、ワン、ツー、スリー、フォーと。ちょっとね、下で、粘るというか、ちょっと耐えるというか、ちょっと我慢するっていうことが、やっておくと、ジャンプとか、ターンとかの時の特に、フィニッシュ、降りてくる時にしっかりとここを怪我をせずに支えるっていう筋力をですね、このプリエの中でつけていくと。で、それが分かっているだけで、プリエの練習っていうのが、あ、そういう意味があるんだっていうことが分かってやるだけで、上達の仕方が全然違うので、ぜひですね、この次プリエをやるときに、何のためにやってるのかっていうのをちょっと考えてプリエの方をしてみるようにしてください。で、基本的な手の付け方は、ね、これ全部バレエでは一緒なんですけど、手が下に降りてくるときに体は下に一緒に下がってきて、で、上がってくるとき、手が一緒に膝が伸びてくるときに一緒に手も上がってくると。なので、これがプリエをするときに、こう、プリエって言ったときに、これが終わってるのに手がここにいたとかではあんまり良くないんですよ。特に、初心者だからね、これからちゃんと基礎をやっていきたいって方は必ず合わせてください。この下に行くときに手が下に降りて、上がっていくときに上がると。プロの方は、まあ、好きにやってらっしゃるんで、別にいいです。ディレクターがそれでいいっていうものは別にいいんで、ちゃんと基礎をやりたいっていう、ちゃんと上手くなりたいっていう方は、ちゃんとここが降りてきたとき、手が降りてきたときに足もきちんと終わってて、で、同時に終わってて、で、ここがすくい上げるように、ここから一緒に、膝が伸びてくるときに、ここまで終わると。よくあるのが、ここから、ワーキューっていう。この膝が、こいつが終わってるのに、手はまだねーって動いてる。え、じゃあ、これの何が問題なのって思うでしょ。じゃあ実際に、踊りになったときに、体が下に行って上に上がっている、上に上がっている時に手が上がってくるってすげえ邪魔なんですよ。例えばアッサンブレとかやった時に手を下げながらアッサンブレってやんないでしょ。一緒にアッサンブレって上がるでしょ。アッサンブレって、もう明らかにおかしいじゃないか、素人目に見ても。で、逆にプリエをしている時に結構邪魔でしょ、これ。これ。一緒にプリエしてこう上がる。プリエした時に上がって手が一緒に上がったら結構邪魔なんですよ。なので、下に行く時は一緒に下に下がっていって、で、上がってくる時、で、上がってくる時にはここで膝が終わった時にちゃんと手も終わるっていう、このコーディネーション、これがですね、バレエを練習でレッスンする上で雑になってる場合が非常に多いです。で、これをちゃんとやってあげないと、後々に、出てくる振りの時にいろいろ苦労します。で、結局それで自分がプリエのコーディネーション、手の動き、貸し方とか、そういうのが一緒にできてないんだっていうのが分かって、ああ、やっぱりじゃあ、基礎からやらなきゃいけないじゃん。で、また基礎に戻ってきてっていう、非常にですね、やらなくてもいい時間を過ごしかねないので、レッスンに行った時はですね、その手の動かし方が足とどうリンクするのか、
カウントがどこまでちゃんと使ってどこまで上がってくるのかっていうのをですね、きちんとですね考えて、レッスンをぜひ受けていただきたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。今日はですね、プリエ、特にドミプリエですね、ドミプリエの、行い方、ちょっと皆さんにですね気をつけてほしい点についてちょっと、ご紹介させていただきました。手のコーディネーションの、ね、付け方は基本的にグランプリの時の人です。下に行く時に下に来て、ね、一緒に上がって伸びた瞬間にここがっていうのは基本的に一緒です。ただしこのドミプリエがですねしっかりできてこないと、グランプリエに行ってもしょうがないっていうかですね、意味ないというか、ロシアのバレエ学校とかだと、プリエを、最初ドミプリエがね始めるわけですよ、両手バーとかで。で実際にグランプリエが出てくるのってバレエ学校に入学してから大体ですね半年とかぐらい後にグランプリで出てくるんですよ。最初グランプリやらないとね、グランプリやらないんですよ。基本的に、全部の、グランパ、プリエ、タンデュ、ジュッテ、ロンデジャンプ、フラッペ、フラッペ、ドゥグル、デブロッペから、グランバットマンから、基本的な、バーのレッスンの動きが全部できるようになって、はい、じゃあグランプリエっていう順番なんですよ。だからグランプリエって結構むずいんですね。なので、正直ですね、だからいきなり入門クラスとか超入門クラスとか行ってるのにグランプリエをしていくって結構怪しいんで、ちょっと気をつけておいてください。なので今日は、グランプリエではなくですね、ちょっとプリエ、ドミプリエで、特にドミプリエが一番踊り手使うんで、まずそこからですね気をつけていただければと思います。はい、またちょっと余計な話がつきましたけれども、ということで、このような感じでバレエに役立つブログなども書いておりますので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。チャンネル登録をして一緒にバレエになって、ごわはははちょちょバレエに詳しくなっていきましょう。ということで、皆さん幸せなハッピーバレエライフ。